のこなせです。おはようございます。おはようございます。暑いね。めちゃくちゃ暑い。めっちゃ汗かいてる。おはようございます。声いやなんだかんだ昨日12時近くまでなんかずっと喋ってた気がする。超面白かったということで、今日は安来から増田の方に帰るまでの一日を密着していきます。絶対やばい顔ってことで、そんな感じでまずはテント片付けていきます。じゃあこなちゃんまた遊びましょう。はい、またさよなら。しじみ汁ありがとうじゃあね。はーい。お母さん着きました。社長いるかな。一応ちょっと挨拶だけ行こう。え、この格好で。着替えましたとりあえずね、ちょっとガッさんとキンポーさんのところ行こうと思ったんですけど、さすがにあのイブサルマンで行ったら失礼だなと思ってとりあえず着替えました。ちょっとね、温泉がまだ開いてないんで簡易的に眉毛描く。ガッサン着いた。こんにちは。あ、お久しぶりです。キンチャイ TV です。あ、お世話になります。あららら今日ちょっと昨日安来に泊まってて。はいはいはい。あ、社長おはようございます。コラボ以来ですよ。もうですね。あの後無事に出産もしました、ね、うん、見てましたありがとうございます。旦那さんはじゃあは小森で、はい、小森でで、ちょっとやっぱガッサン来たんで日本酒買って帰らないかと思って、はい、あ、見ていいですかごめんなさい、なんか忙しいですかね。見てわかる通り、あんな感じ。え、今何中ですか。あれ精米所があったところを、あ、はい、あと瓶詰工場は違うところにあったんですけど、それを一体化してものすごいどでかいあの一つのラインに。うわ、すごい。近所の方は 何やるんだろう。確かに吉田酒造さんなんか大工事始めたぞってなりますよねすごい。ちょっとやっぱせっかく来たんで日本酒を買って帰りたいんですけど、夏だけですかね、今出始めた。ですかね。この辺が、まあ、一押しですね。うわー、美味しそう。これですか、なんていうもの。涼花です。涼花え、じゃあちょっとこれ買って帰ります。ありがとうございます。ありがとうございます。これがうまいから、うん、ちょっと待ってください。ちょっとダメですよ、そんな差し上げます。え、本当ですか。え、マジでいいんですか。社長にいたら大体そういうのあるなと思ってます。やばい、これもう決定デビューしないとですねえ、ちょっとまた落ち着いたらぜひ来ていいですか。あ、ちょっとやったー、許可もらったわもうこれじゃあそれはそれしっかり来てみてください。あ、本当ですか、ありがとうございます。一応パストライザーとか充填器ってあるんですけど、うん、それも下からこうどんどんこう液面を追いかけていくような充填器を入れます。そう、やばー。え、見ていいんですかそれも。もうどうやったらこう酸化しないようなね、お酒の詰めができるかなっていうのを考えに行ったのが多分次の説明になるので。うわ、楽しみ。じゃあちょっとまたなんか見学いい時の時期とかあったら、はい、もうその時はもうキャップとかしっかり被らない設備にしてるので、うん、もうなんか連絡ください。いいよって。了解です。お願いします。お願いします。吉田修造さん、ありがとうございました。
ちょっとね出産してから本当に時間がなかなか取れなくって休みの方来れなかったんですけど、あ久しぶりに会えたらね楽しかった。しかも工事中ということなんでね、また完成したら行きたいと思いますという感じで、ちょっと次金宝さん行こうと思ったんですけど、あまりにも自分がいぶされちゃったんで、夢ランド詐欺の湯違う夢ランドなんとかってところが近くにあるんで、そこに行ってから金宝さんの方行きたいと思いますあー気持ちよかった。さてこれから金宝さん行きます。あーめっちゃお腹すいた。てかゆっくり入りすぎてもう12時なんだけど島根金ちゃい TV 金宝酒造さん着いたので行ってきます。ちょっとお昼時だからねパパッと帰ろう、申し訳ない。はあめっちゃ喉か、なんだかんだ金宝酒造さん初めて来たかも。あ、お久しぶりです。お世話になっております。すいません、お昼時に。よし、ちょっとカメラ回ってるけど、えこんにちはすいません、今更一応ですね、あのなんかお酒、うん、はいはい、おすすめをちょっと欲しいなと思ってて、 ありがとうございます。去年ね、あのワイングラスで美味しい日本酒アワードで、あー、うん、純米酒がねたまたま最高金賞があったんですよ。え、すごい。でね、今年はねさすがに2匹目の土壌はいなかったんですけど大吟醸とね、それから純米吟醸がね金賞があったんです。わーすごい、おめでとうございますありがとうございます。今オリジナルのうちの箱をちょっと切らせてあしまったもんですよ。じゃあせっかく来てほしかったよ。おまけ、おまけ、嘘、やったありがとうございます。え、いいんですか。わー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 、あ、その袋あるんだ。あ、金宝の袋かっこいい。初めて見た。うん、まあそうかもしれないですね。あんまりセーブだと売ってないですもんね。なんていうの、なんか専用のこの袋で。うん、わあ、じゃあ、はい、ちょっと帰って楽しみます。はい、ありがとうございました。また来ます。すいません、はい、お昼時に。どうもありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。お土産もらっちゃった。はい、ということで、ちょっとお昼もうすぐちょっと1時になるんで、なんか、なんかいろんな人に会えて楽しいわラーメン食べたいんだよね、マジで。ラーメンなんかあるかな、ちょっと調べてみよう。なんか Google で案内される場所全部行き止まりで、すごい U ターンしまくってたんだけどなんでやねんお腹すいたよ、もう1時だよ。ラーメン屋すぎちゃうよ。違った、ラーメン屋の、あ、電車だ。2両編成じゃねえ。すげえ、めっちゃ山ん中通されてる。山ん中農道、なんか段々通りっていうらしい。かわいいよね。松江の道わからん。とりあえず車多いわ。さすが都心部って感じ。あ、半か、うわい、なんかちょっと違うけど、ラーメン屋見つけた。入れるかな、行ってきます。あ、鼻かすいた。うん、
お客様のお好みで、あ、じゃあミルクティーで、はい、レギュラーサイズ、あ、レギュラーサイズで、はい、お願いします。購入購入されていません。ちょっと近くの公園に行って飲みたいと思います。飲むわらび餅すごいね、なんかわらび餅みたいなの入ってる。なんかもう一つ黒糖っていうのがあったんですけど、なんかコーヒー入ってるって書いてあったからこれにしました。うまっ、おいしい。これえ、うまっ。わらび餅だ、わらび餅とミルクティーだタピオカじゃなくてわらび餅だ。口の中入ってくんの。え、うまっ。あ、もう3時か。ちょっと今日夕方の6時には浜田でちょっとお仕事がありますんでそれを目指して帰りたいとは思うんですけど、松江の定住財団さんにちょっとね顔を出すっていう話はしてあったんだけど、今日行けるかどうか確認しとりませんねちょっと仕事しますわけど、現在はキララ滝過ぎたところ。なんかさ、気づいたら高速に乗ってんの。私ビビったんだけど、なんか料金所出てきて、と思ってさ、なんかもうそこまで行ったら引き返せないからさ、なんか券みたいな取るじゃん。なんかもうひたすらずっとまっすぐ、よくわかんないけどとりあえず進んだらさ、なんか最終終点地点みたいな。ということでね、なんか高速乗っちゃったおかげでなんとか集合時間には着きそうです。よかったー現在神楽の撮影中、裏側撮影中です。こんな感じ。はい、こんな感じで撮影中です9時ぐらい、夜のそろそろ家に戻れるかなどうだろう。島根近海 TV 夕飯何時今もう10時。え、ラーメン10時です。おお、22分、もうこれ食べてさっさと帰りましょう。お疲れ様でした。